皆さんこんにちは。今なお高い人気を誇り、5月には初主演映画の上映も控える元 V6 メンバーの森田剛さん。そんな森田剛さんですが、2000年レイプ騒動を起こしていたことを皆さんはご存知でしょうか。今回はそんな森田剛さんの刑事告訴された真相や離婚の噂について、また上戸彩さんとの不倫情報についても合わせてご紹介します。2000年3月16日、森田剛さんは強姦罪、強制わいせつ罪で刑事告訴されました。告訴した相手は木崎京子さんという人物で、グラビアを披露するようなセクシータレントだそうです。木崎京子さんの所属事務所の社長は当時の取材でこのように語っています。木崎が森田くんから誘いの電話があり、ホテルに友達を連れて出向いたところ、友達だけが森田くんに部屋から追い出され、残った木崎が暴行を受けたんです。そしてその後も木崎京子さんは森田さんから強姦されたことをバラしてやると脅され、計3回暴行されたとのことです。この話を受けた社長はジャニーズ事務所に乗り込んで話し合いをしたそうです。しかし話は平行線をたどり、刑事告訴に至ったそうです。しかしこの主張に対しジャニーズの代理人はこう反論していました。木崎さんに彼が常宿しているホテルの部屋で友人たちと3回会ったことは事実ですが、トランプなどをして騒いだだけだと聞いています。また当時の週刊誌には彼女の事務所関係者が話し合いの際、メリー北川氏を蹴飛ばして怪我をさせたため、ジャニーズ側も脅迫傷害罪で刑事告訴を検討していることが報じられています。しかしこの騒動は結局うやむやに終わってしまい、一見するとジャニーズ側がもみ消したのではとも思われていますが、どうやら真相は違うようです。そもそも当初から女性側の主張には不可解な点が多くありました。まず彼女の主張によると、一度目に脅されてレイプされ、その後も森田のいる部屋に呼ばれてレイプされたと語っています。いくら脅されたとはいえ、わざわざ森田さんがいる部屋に出向きレイプされに行くことは考えにくいですよね。そして当時森田さんはコンサートで怪我をしたためにコルセットをしていたといいます。果たしてこのような状態で無理やり女性を襲うことは可能だったかという疑問も残ったそうです。このように不可解な部分も多かったためか、森田さんは結局証拠不十分で不起訴処分となりました。そして極めつけは木崎京子さんがその後週刊誌上でレイプは狂言だったと語ったことでした。これにより彼女の売名行為による嘘だったことが判明し、森田さんの無実が証明されたそうです。続いて森田剛さんと女優の宮沢りえさんの馴れ初めや離婚の噂についてご紹介します。森田剛さんと宮沢りえさんの馴れ初めは2016年8月に上演された舞台ビニールの城での共演がきっかけだったようです。本作は演出家映画監督の蜷川幸雄さんの遺作ということもあり、二人にとって恩師であるため、彼の作品を何としてでも成功させようと稽古前からかなりの熱が入っていたそうです。そのため森田剛さんは演技でわからないところを宮沢りえさんに相談し、彼女もまた親身になってアドバイスしていたそうです。そんな二人の親密そうな関係に周囲もこの頃から疑っていました。さらに舞台が無事終了し舞台袖に引っ込んでから、森田剛さんと宮沢りえさんが肩を抱き合いながら泣く姿もあったそうです。思い入れのある作品に加え、濃密すぎる2ヶ月間を過ごしたことで恋が芽生えたのでしょう。舞台終了からわずか2ヶ月後の2016年10月、週刊新潮が森田剛さんと宮沢りえさんが代官山でデートする姿や一緒にマンションに入っていく姿をキャッチし熱愛が発覚しました。その後も2人はたびたびラブラブなデート現場を目撃され、結婚間近と話題になったようです。2016年10月には手つなぎ沖縄旅行、2017年2月箱根高級温泉旅行、2017年12月
高級ゴルフ場でデート。このように森田剛さんと宮沢りえさんは隠すことなく堂々とデートを繰り返し、約1年半の交際期間を経て無事ゴールインとなりました。宮沢りえさんにとっては2度目の結婚ということでしたが、わずか1年半で結婚を決めた理由は何だったのでしょうか。詳しく見ていきましょう。宮沢りえさんは2009年4月上旬に実業家で元プロサーファーの中津博之さんと結婚し、2016年3月18日に正式に離婚を発表しました。しかし中津博之さんとの間には娘が一人いたため、森田剛さんとの結婚に最初は戸惑いがあったそうです。そのため宮沢りえさんは娘を森田剛さんに合わせて3人の時間を作るように努力し、森田剛さんもまた娘と積極的にコミュニケーションを取ったりと、少しずつ距離を縮めていったと言われています。いつしかゴーくんと呼んでくれるようになったある日、ずっとゴーくんと呼んでいた娘がついにパパと呼んでくれたそうです。この出来事をきっかけに宮沢りえさんは森田剛さんと結婚する決意をしたそうです。森田剛さんと宮沢りえさんの離婚の噂についてですが、二人の間に離婚危機といった情報はなく、現在も夫婦仲は良好のようです。その証拠に2023年4月6日の宮沢りえさんの50歳の誕生日に二人きりでデートしていたという目撃情報がありました。どうやら二人だけで過ごす時間を娘であるアロハちゃんがプレゼントしてくれたそうです。2016年に出会ってからこうして二人のラブラブショットは何度かスクープされていますが、結婚5年目を迎えてもその熱々ぶりは変わらない様子です。また自宅ではパジャマをペアルックにしているそうで、あまり料理が得意ではない森田剛さんが特別な日には手料理を振る舞ってくれるそうです。宮沢りえさんへの愛を感じますね。さらに二人を知る関係者は現場での様子をこのように証言していました。舞台終了後の楽屋でお疲れと自然にハグをしていたり、人前で会っても全く気にしていない様子だそうです。森田さんは照れ屋ですし、仕事仲間には頼りにされている存在ですが、りえさんには甘えている印象ですね。出会ってから約7年間お互いの気持ちは変わることなく、むしろ愛情が増しているように思います。以上のことから二人の離婚説はデマだったようです。最後に森田剛さんと上戸彩さんの馴れ初めや破局理由、不倫情報についてお伝えしていきます。二人が交際を始めたのは2001年に嫁は三つ星で共演したことがきっかけと言われています。やはり芸能人は共演をきっかけに交際発展することが多いようです。二人の交際が実際に発覚したのは2002年でした。フライデーで二人の関係が報じられて、多くの人が交際を知ることとなりました。上戸彩さんと森田剛さんは2005年頃にはすでにすれ違い始めたそうです。実際に破局が報道されたのは2010年の5月頃でしたが、一部では2005年頃から破局に向けて少しずつ歯車がずれ始めていたと言われています。当時上戸彩さんは NHK の大河ドラマに出演するなど、とても多忙を極めていました。その多忙な隙間を見つけ森田剛さんに連絡をしていたようですが、森田剛さんのタイミングに合わなかったのか電話に出らないことも多かったようです。そんな小さなすれ違いが少しずつ積もり重なって2010年の破局につながったのかもしれません。ただお互いに芸能関係の仕事をしているわけですから、タイミングが合わないというのは承知の上だったのではないかとも思います。二人のライフスタイルがずれているとやはり難しいのでしょうか。また森田剛さんもジャニーズ事務所の中のグループとしては欠かすことのできない存在だったため、当然二人が所属している事務所はファンのことなども考え交際に反対していました。引き離し作戦を図ったと言われるほど事務所からのプレッシャーはすごかったようです。結果的にはこのプレッシャーに耐えきれなくなったのが一番の破局の原因と言われています。ただ早い段階からお互いの家を行き来したり実家に泊まったりと家族からは公認されていたようです。それだけに最終的に別れるという選択をしないといけなかった二人は辛かったでしょうね。
8年という長い交際期間を経て、2人はこのままゴールインするのではないかとも思われていましたが、結果破局という形になりました。その後、上戸彩さんはエグザイルのヒロさんと結婚をし、出産もしているそうです。しかし上戸彩さんと森田剛さんの間に不倫の可能性もあるようです。特に森田剛さんは今でも上戸彩さんに未練があるような発言や愚痴を周囲にもこぼしているという情報もあります。しかし上戸彩さんに関しては森田剛さんをどう思っているのかは明確な情報がありません。結婚し出産をし、子育てに仕事にと両立に忙しい時期で、そんな余裕がないのかもしれませんし、家庭を持ったため口に出していないだけかもしれません。不倫の可能性があるともないとも断定はできませんが、お互いに幸せをつかんでそれぞれの道を歩み、誰も不幸にならない選択肢があると良いですよね。いかがでしたか？今回は森田剛さんの刑事告訴された真相や離婚の噂について、また上戸彩さんとの不倫情報について紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。